静岡市中心街の活性化を目指すアイラブ静岡協議会はきのう総会を開き6年ぶりにスケートリンクを設置するなどの今年度の事業計画案を承認しました静岡市で開かれたアイラブ静岡協議会の総会にはおよそ150人が出席し昨年度の事業の報告などが行われました 今年度の事業の計画案では、11月から青葉シンボルロードでイルミネーション事業を展開することや、12月から静岡市役所前の青いスクエアで6年ぶりにスケートリンクを設置するなどのイベント事業が承認されました。また、組織の体制としては、4年ぶりにインバウンド部会を復活させて、台湾との交流や観光客の誘致を進めるということです。